オリンピックは誰のための祭典なのか、日本勢のメダルラッシュに沸いたパリ五輪を観戦しながら、そんなことを考えさせられた。セーヌ川での開会式に始まり、エッフェル塔やベルサイユ宮殿、コンコルド広場といった世界遺産を舞台にさまざまな競技が繰り広げられた。映像で見るパリの街並みは、花の都と形容される通り華やかだった。だが、実態はどうだったか。 選手村の居室にはエアコンがなく、食事面では不満の声が相次いだ。極めつきは、水質の悪さが懸念されたセーヌ川での競技の強行だ。トライアスロン、オープンウォーター、OWS の公式練習は計5回も中止に。水質との因果関係は不明ながら、OWS に出場したドイツの3選手が体調不良になったと AP 通信は伝えている。大会組織は 史上最もサステナブル、持続可能、な大会を目指し、温室効果ガス排出量を従来の大会から半減させる目標を掲げた。理念には賛同するが、主役たる選手がそのパフォーマンスを左右する睡眠や食事をないがしろにされ、健康面まで脅かされてはたまったものではない。パリ五輪のチケット販売は史上最多の950万枚超に達した。無観客の東京・ ではなかったスタンドからの声援は選手を後押ししたはずだ。一方で交流サイト SNS での誹謗中傷は今大会も後を絶たなかった。そこにアスリートへの敬意は微塵もない。力と技をぶつけ合った選手は違った。柔道混合団体決勝で日本の前に立ちはだかった男子1 0 0キロ超級のテディ・リネールは自身と二度そうまみえた斉藤率。 君の決意と闘争心に感銘を受けたとインスタグラムでメッセージを送った。善とある敗者を敬う勝者の振る舞いに、憎たらしいほど強かったフランスの英雄への敵意も、物議を醸したルーレットへの猜疑心も和らいだ。夏季五輪は4年後、舞台を米ロサンゼルスに移す。来年は東京で陸上の世界選手権が開かれ、 2026年は愛知県と名古屋市が夏季アジア大会を共催する。運営サイドも観戦する側も、勇気と感動を与えてくれるアスリートへの敬意を払い、最上級のプレーを堪能した。